ウィリアム・ウィリアムズは、現在のアメリカ合衆国コネチカットの代表として1776年に、大陸会議代表となり、アメリカ独立宣言に署名したものの一人である。ウィリアムズは、コネチカットのレバノンで牧師のティム・ソロモン・ウィリアムズと、メアリー・ポーター夫妻の息子として生まれた。ハーバード大学で進学を学び1751年に、卒業した。 一年間牧師になるための準備をしたが、この時、フレンチ・インディアン戦争で戦う民兵隊に入った。戦後、レバノンに店を開き、これを多年にわたって営業した。1771年に、ジョナサントランブル知事の娘、メアリー・トランブルと結婚した。夫妻は、ウィリアムズの死の時まで添い続け、三人の子供を設けた。ウィリアムズは1776年に、 オリバー・ウォルコットの代わりに大陸会議代表に選ばれた。独立宣言への投票を行うには到着が遅れたが、アメリカ独立宣言の正式な写しにはコネチカットの代表として証明した。チャールズ・エーグッドリッジ牧師の著書、アメリカ独立宣言署名者の人生には、ウィリアム・ウィリアムズは若い時に宗教的国会を行い、その長い人生を通じて、 謙虚で守備一貫した行動と対話を行ったことで、際立っていた。まだ若者の時に、女才の職に選ばれ、終生その職に泊まった。彼のご反省は主に読書、瞑想及び祈りに捧げられたと記されている。ウィリアムズは、コネチカット州レバノンにある、第一改宗派教会の牧師でもあった。商人としても大変成功した。ありがとうございます。